にちは、ハンパーのマナです。今日はチャイナドレスに着替えたいと思います。ちょっと形の変わったチャイナドレスで、赤と黒のチャイナドレスになってます。じゃあまず今日着てる下着を脱いで紹介したいと思います。ではスタート。今日履いてるパンツはこちらです。紺の下着で、前が結構大きめのお花が散りばめられてます。で、ここがちょっとレースになってて、スカートっぽい感じに見えるパンツになってます。じゃあ上も脱いで紹介したいと思います。上も脱ぎました。こんな感じでお花の柄が結構大ぶりで入ってます。ではチャイナドレスに着替えたいと思います。はい、できました。どうでしょう。ファンクラブでほぼ毎日いろんな動画を上げてるので、よかったら概要欄から見てみてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。